今日は葉山のアマモについてです。あら、甘いな甘いな。富士山が綺麗な葉山です。5年前まではこの港の中にもたくさんのアマモが生えていました。今では全くなくなってしまいました。その葉山にアマモを復活させる活動をしています。アマモを移植することによってアマモ同士の根がつながり強いアマモになってくれます。はい、パーコ先生こんにちは。はい、こんにちは。今回はね、はい、アマモの移植に行ってきました。はい、行ってきましたね。はい、はい。全部で何ポットでしたっけ？全部で80ポットあった。そうですよね。はい、でこれシャベルで砂を掘り起こして1ポットずつ入れていくっていう、はい、そんな作業でした。そうですね。はい、でこれは1平方メートルの中に20ポットずつ植えるっていう目安の、そうですね、はい、枠ですね。枠がで、80ポット全部で植えたうちの、はい、半分の40ポットにはこのネットを取り付けて、はい、付けていきました。はい、はい、まずね、驚いたのがこのネットを取り付ける手際の良さ。手際の良さ、これすごかったですね。うまかったですね。うまかったです、はい、ネットを巻いてなんかポールを入れていくみたいな。入れて、はい、はい、このネットもまた驚いたことにしばらく経つと海に戻っていくみたいです。そうですね、なんか言ってましたね、はい、本当に戻るのかなっていうぐらいちゃんとしたネットでしたね。ちゃんとしたネットでした。パーコ先生もいっぱい植えましたか？いっぱい植えました。もうで、こんな要するに、80ポットのうちの40ポットはこのネット付き、ネット付き で残りの40ポットは、奥に見えてる感じでネットなし。ネットなし、はい、はい。これなんでネットつけるんでしたっけ？なんか津波貝とか、その食べに来てしまう。津波貝っていうのは貝ですか？あの貝、なんていうんですかね、雨降らしみたいな形した。まあ雨降らしですね。ですね、はい、だからたまに踏んじゃうとシュワーって紫色の液が出てくるんですけど、はい、はい、なんかね、まだ水温がちょっと暖かいうちはそういうのが食べに来ちゃうからこのネットを張るって言ってましたね、はい、はい。ちょっと外に漏れてるやつもいるんですね。いましたね。はい、まあ、いつか戻るといいなと思います。そうですね、はい、また来月植えたアマモがどうなってるか調査に行ってくるのでお楽しみに。はい、それではパーコ先生、今日の格言お願いいたします。はい、アマモは生物にとってのゆりかご、葉山の海は私にとってのゆりかご。ありがとうございます。じゃん。